陛下、偵察部隊が戻りました。大司教の居所が分かったようです。よくやってくれた。すぐに合流するぞ。ここまでは手はず通りに進んでいるな。ディミトリ、こっちの用意も万全だ。お前の合図一つで切り込める。この顔ぶれと一緒に戦えるのはなんだかんだ言ってやっぱり心強いな。そうね、やっぱりお友達がいてくれるといつもより力が出せる気がするわ。短い士官学校生活ではありましたけど、この面々が揃うと落ち着きますよね。陛下から声がかかった時にはびっくりしちゃいましたけど嬉しいです。そうか。このような日が来なければと思いながらも備えてきましたが、緊張しますね。この2年間の戦いとは全く別の相手だ。気を引き締めて臨まないとな。陛下、ここで一歩を踏み出せば我らはいよいよ退路を失います。ご覚悟はよろしいですね。当然だ。今より流す血をもってファーガスに生きる全てのものを守る。そのためならば迷う理由などない。出陣だ。レア様、こちらにおられましたか。ご無事で何より。来てくれたのですね。救援に感謝します。ディミトリオ、ここからは我々が護衛いたします。共に隊を抜け王領へ向かいましょう。暑いとこに連れてこられるなんて聞いてないじゃん。やだな。あの将、誠意が低そうだ。説得の余地があるかもしれん。Yeah!
お嬢さん、やっぱり真面目に戦う気がないよ。帝国に義理立てする必要はないはずだ。こちらに来ても悪いようにはしないが。確かに義理はないけどさ、まあ負けちゃった以上従うよ。帝国軍がこの先の砦を封鎖しようとしているようです。砦を封鎖されては噴火口の付近を通らざるを得なくなります。危険な道を行かせるわけにもいくまい。俺たちで道を開くぞ。全力で頑張ります。私に任せてください。始めるぞ。出るとしよう。ふざけ。これで安全に進軍できるはずです。感謝します。主王、あなた方の勇敢な行動をお喜びになることでしょう。このままでは逃げられてしまう。何としても敵を食い止めるのだ。私がここまで追い込まれるとは、引き際を誤ったか。しつこい連中だな。切っても切っても湧いてきやがる。セテス、カトリーヌ、彼らが命を落とすなどあってはならないこと。ディミトリオ、どうかお願いします。彼らの救援に向かってはもらえませんか。全力で頑張ります。私に任せてください。作戦を開始します。命令に従いましょう。では手はず通りに動こう。見ていてください。少し休んだ。
なんとか間に合いましたね、カトリーヌさん。ご無事でよかった。ありがたいね。私一人でどうしたもんかと思ってたのよ。よし、急いで攻略しよう。では手はずと再待ちわびたす出番ですかな。見ていてください。アンテレが来てくれて助かった。レア様も無事なんだろう。安心したよ。少し休んだら。レア様、もう逃げられたかな。まさかジリルがシンガリオ、なぜそのような真似を。私たちが生きながらえるなど、どうか彼を救ってもらえますか。さあ、君の成長を見せる機会だよ。君たちのおかげで九死に一生を得た。大司教も無事のようだな。感謝する。私たちでセテスさんとカトリーヌさんの逃げ道を確保しないと。岩か何かで溶岩を遮ればいいんだろ。難しい話だが、やりようはあるはずだ。始めるぞ。俺についてこい。作戦を開始します。総員進軍開始。これが傭兵だ。その右手さんだけ。よく踏ん張ったゼリル。ぐっと強くなった感覚があるな。エア様は間もなく谷を抜けられるぞ。そっか、よかった。ありがとう。シリルが助かったのですね。皆の人脈と主のご加護に感謝します。よし、守備よく運んだな。目標地点まであと少しだ。気を引き締めろ。総員、武器を構えよう。大司教様たちをお守りするのだ。背中は任せていいか。もちろんだよ。俺は止められない。やりますな。
さすがは陛下の見込んだお方です。どきなさい。ここ通しません。大司教捕獲します。復兵ですか。どうにか切り抜けなくては。任務の邪魔、排除します。出番だ。ブリギットの王女か。捕らえれば説得の余地もあるかもしれんな。力を貸してくれ。切り開きましょう。できません。帝国のため、ブリギットのため。お前も王位を継ぐ者なら、こんな場所を死地と定めるべきではないと分かるはずだ。私、死、選べません。国のため、今は捕獲。受け入れます。助けてくれてありがとな。おかげでここまで来られたよ。すまないな、手間を取らせた。君たちの力添えに感謝する。どうにかここまでたどり着けましたか。皆に感謝しなくてはなりませんね。大司教の捕獲が叶わぬならばまとめて撃つしかありませんな。ヒューベルトか。奴を倒さなければ。ああ、分かってる。奴を撃破し早々に撤退せよ。大司教を助けるためにこれほど躍起になるとは。さすがは目障りの王国です。この程度はっ。悔しいですが、撤退も考えればなりませんか。私だって。覚悟して。隙は作らせない。まったく、陛下に顔向けできませんな。大司教は預けておきましょう。あいつの背はまだ遠いな。まだまだ、この程度じゃ満足できないな。もっとみんなの役に立てるかな。Thank you.
レア様、セテス殿、ご無事で何よりです。救援が間に合ったようで安心いたしました。手間を取らせてすまなかったな。おかげで無事に撤退できた。あなたとファーガスの人々の助力に心から感謝します、ディミトリーを。いえ、私の即位の折にも教団には幾度となく手を貸していただいたのです。この恩をお返ししなければ、私は民から防音の戸のそしりを受けることでしょう。それは私たちとて同じこと。聖教会もできうる限り王国に力添えしましょう。ああ、状況次第だが、騎士団の兵を王国の指揮下に加えるという話にも依存はない。感謝いたします。本来ならばこういった条件などつけてはならないのでしょうが、我が国はその土地柄、食料や物資に乏しい。見返りもなく養うというのも難しいのです。そう恐縮しなくてもいい。身を置かせてもらっているのは我々の方なのだから。それでは立ち話はここまでにして、一度王都フェルディアへ向かいましょう。教団、王国、そしてこの戦いについて今後の方針を話し合わねばなりません。2年前はこんな戦争が起こるなんて思いもしなかったな。それはそうだね。だけど君にとっては好都合な状況じゃないのかい？好都合？戦争となれば実力のある傭兵団は嫌でも表舞台に出てくるだろう。そして君はそういう者たちと正面から戦えるだけの人員も確保している。人員って言い方はないだろう。傭兵上がりの俺を信頼してくれる仲間だけど、ジェラルト傭兵団についてはその通りだな。あの時の借りを返す、またとない機会、君の健闘を祈っているよ。おいおい、健闘だけじゃなく勝利を祈ってくれよ。もちろん祈っているとも。君は僕の運命共同体なのだからね。ではやはりコルネリアは未だ西部に身を潜めていると見ていいだろうな。大方マテウス子爵かギリオン子爵が潜伏に協力しているのでしょう。とはいえ疑わしい諸侯らを片っ端から滅ぼして回るわけにもいきませんしね。そうだな、そう簡単に片付く話ではない。だがこの2年で駒は揃えてきたはずだ。デル、まずはプライデル家に連絡を。兵を入れて敵を牽制しなくてはなるまい。は、承知しました。こちらにはマテウス子爵の霊族もいるし、ギリオン子爵の娘はガラテアの騎士だ。現在の状況下で国内の問題に避ける兵力は限られている。手段は選ぶな。全ての席は俺が負う。今はただ100の敵の血を持って1000の味方の命を守れ。御意のままに。陛下、あまり思い詰められませんよ。誇り高き騎士の王も随分と悪辣になったものだな。フェリックスか、何の用だ？別に、お前の疲れた顔を笑いに来ただけだ。やはりお前には冷徹な王を演じるなど土台無理な話だったのだろうと思ってな。いい加減性分に合わん計り事や損得感情なんぞ諦めた方が。フェリックス、いい加減俺を過大に評価するのはやめろ。俺は今も昔も変わっていない。お前が見た血まみれの復讐記のままだ。
全ての罪ある者に相応の報いを与え、全ての死者の無念を晴らす。暴くべきを暴き、殺すべきを殺す。そこに慈悲など無用だ。それがこの国に生きる人々を守ることにつながるのなら、なおさら迷う必要はない。貴様というやつは近頃は幾分かまともになったかと思ったが。俺はこの手で叔父を殺した。王として、将として多くの人々を死に追いやった。多くの大事な者たちを眼前で死なせた。俺は彼らの死に責任を負わねばならない。安心しろ、フェリクス。お前たちを俺の食材に付き合わせるつもりはない。ふん、イノシシに何を言っても無駄か。ところで、今日は随分と城下がにぎわっているようだが。ああ、今日はレア様や教団の方々が王都を見舞ってくださっていてな。お前も帰りしなに城下を回っていくといい。いいものだぞ、人々の笑顔というのは。みんな集まったな。早速だが、戦況について改めて整理しておこう。知っての通りだが、ミルディン大橋は完全に帝国の手に渡った。大橋に通じる旧フレゲトン領は帝国が占拠、ついでグロスタール家も帝国に恭順。父としては苦渋の選択だ。東に隣接するコーデリア家も当面は帝国に逆らわない旨、すでに連絡を受けている。もともとうちは戦力に乏しいので、ごめんなさい。ディシテア、謝ることなんてないさ。領主としては当然の判断だろ。ディシテアさんもローレンツ君も家に帰れなくなっちまったな。まだ続きがある。その後、帝国軍はグロスタール領を抜けて大修道院を襲撃。大司教以下、中央教会の者たちは王国を頼って退去したらしい。これで僕らの母校を訪ねることもできなくなってしまいましたね。教会の皆さんはご無事なのでしょうか。大修道院が落ち、前線は大きく北上した。帝国軍はすぐにもデアドラを攻めるだろう。デアドラが落ちれば同盟はそこまでだ。それだけは何としても阻止したい。そうは言っても一体どれだけの兵を集められるというんだ。エドマンド家はこれ以上の兵の供出は難しいと思います。ごめんなさい。となれば五大諸侯のうち当てにできるのはゴネリル家のみ。うちとリーガン家の戦力だけで帝国軍に対抗できるとは思えないけどな。あとは列女率いるダフネル家だな。これでどうにかするしかない。でもダフネルじゃ頭数は期待できないだろ。なあ、王国は援軍を送ってくれないのか。王国も西側で帝国と戦い始めたところだ。援軍をよこす余裕はまずないだろう。加えて王国諸侯の忠誠心も疑わしい。ディミトリはどうするつもりやら。俺も策を考えてはいるんだが、当面はみんなの奮戦に期待するしかない。おう、俺に任すとけ。ラファエル、お前の根拠のない自信が今の俺には救いだよ。ヒューベルトから大司教レアの捕獲に失敗したと連絡がありました。王国軍に収容され、おそらくはそのままフェルディアに入るものと。仕方がないわ。彼ができないなら他の誰でも失敗していたでしょう。それとペトラさんが敵の手に。命はあるみたいですが、ただ
おそらく王国もブリゲットを味方につけようとするでしょう。帝国に戻れない可能性もある。ブリギットとの関係も考えないと。はい。さあ、後ろばかり見てはいられないわ。こうなってしまっては王国との全面対決は避けられない。ローベ伯がこちらにつく手はずになっているから、要衝であるアリアンロッドを戦略に組み入れられるのは大きいわね。当初の計画に従い、ローベ伯を通じて王国西部の諸侯に接触を。急報です。ローベ伯領はガスパール城にて挙兵。城主ロナートが大司教レアの追討を宣言し、兵を北上させているようです。ローベ伯はこれを黙認せざるを得ず、帝国への恭順の姿勢が明白になってしまったかと。陛下、そんな予定はないですよね。次から次へと問題が起こるわね。近くにいる軍を急いで向かわせて。帝国に味方してくれる諸侯は今後のことを考えても簡単に失うわけにはいかないわ。どうしたんだデデ、俺に何か用か？いや、お前こそ何をしていた？何って言われてもな、見ての通り武器の手入れだが。昨日は激戦だっただろ。壊れちまったのをまとめて修理しようと思ってな。そうか。どうした？夜中に武器を持ち出したことが気になったか？信用ならないって顔だが。陛下がお前を信じると決めた以上、俺はお前を害さない。だがお前がいつ何をするかはもう少し見極めさせてもらいたい。無理もないか。俺は新参だし、他の奴らと違って素性もあやふやだ。すまん。いや、当たり前の話だろ。気にするなって。雇い主に何かあったら困るのは俺も同じだ。好きに警戒してくれ。実際ディミトリの警戒心は薄すぎるよな。俺みたいなのをここまで重用したりとか。そういうお方だからこそ慕われる。それに陛下としてもお前をそばに置いておいた方が都合がいいのだろう。なるほど、俺の行動を見張れるからか。ま、俺はあいつに雇われた人間として最大限の成果を上げるだけだ。もし俺が怪しい行動をしていたら、その場で切り捨ててくれて構わないぞ。傭兵らしい割り切り方だな。そうだ、俺は傭兵なんだ。今は守衛団の長なんて大層な肩書きがついてはいるが、堅実に成果を積み上げていれば信用や信頼が集まってくる。それが俺の古巣ベルラン傭兵団の教えでな。いつかお前からも信じてもらえるように地道に成果を積み重ねていくだけさ。そうか。武器の手入れには時間がかかるだろう。手伝おう。見張りの一環か。ま、助かるが。何してるの？足か。いや、
ちょっと本をな。お前はこの指南書読んだことあるか？ああ、その本か。あるよ。何年か前にレスターで流行った戦術の指南書だよね。大修道院にいた頃に読んだけど、難しい言い回しが多くて読むのは大変だったな。確かに結構小難しい本だが、参考になる部分もあると思ってな。君、コーデリア領の山奥の村で生まれ育ったって話だったよね。ん？ああ、そうだが。士官学校時代から気になっていたんだけど、よくこんなに難解な文章を読めるよね。貴族や裕福な家の出だったら読めるのも当然なのかもしれないけど、一体誰に教わったんだろうと思って。あ、気を悪くしたらごめんね。いや、気にしなくていい。俺に読み書きを教えてくれたのは育ての母だ。今思えばあんな山奥で暮らしてるのが不思議なくらい博識な人だったぞ。へえ、もしかしたら何か事情があったのかもしれないね。母さんは昔の話をしたがらなかったからな。過去については全然知らないんだ。だけどすごく教養がある人だったっていうのは君を見ていればわかるよ。読み書きだけじゃなく計算や地図の見方だって知っていたでしょ。お城で育った貴族や騎士の人たちとそう変わらないんじゃないかと思うよ。そうか、そこまで言われると少し照れちまう。それだけ気合を入れて育ててくれた母さんに感謝だな。うん、君のお母さんは間違いなくすごい人だったんだろうと思うよ。僕もロナート様に出会うまでは本なんて読んだこともなかった。確かに傭兵団で読み書きができたのは団長と俺とあと数人だったかもしれない。母さんは一体どこでそんな知識を身につけたんだろう。と言っても母さんが死んだ今、過去を知る方法なんてないからな。ああ。もっと、ちょうどいい時に来たな。頼みがあるんだが。お前、戦いの時にもう一本剣を使うだろう。ちょっとばかりその剣を見せてほしいんだ。あまり人に見せびらかすような代物じゃないと思ってるんだが。悪いが、そこをなんとか頼むよ。どうしても気になることがあってさ。仕方ないな。だが正直意外だ。お前があの剣に興味があったとは。ディミトリア・フェリクスのような武器に目がない奴らならまだわかるんだが。俺も一応ゴーティエ家の嫡子だ。子供の頃から武具の類には慣れ親しんでる。しかしお前はよく訓練も手を抜いて。まあいい。ほら、これでいいか。助かる。こうしてみると不思議な剣だな。材質はなんだ。鉄や鋼じゃあないよな。悪いがわからん。俺に聞かれても困るぞ。だったらその現れたり消えたりするのはどういう理屈なんだ。何かの魔法か。魔法じゃないだろう。なんというか、俺が求めるとそれに応えてくれるんだ。要領を得ないな。だったらもう一つ質問だ。その剣、俺たちにも使えるのか。多分無理だな。俺が手放したら消えちまうさ。なあシルバー、なんでまたそんなに俺の剣について知りたがるんだ。なんでも何も、この手の強力な武器は世の中にいくつあっても困らないだろ。
英雄の遺産は一振りで数百、使い手によっては数千の兵にも匹敵する代物だが、使い手が死んじまえばそこで終わりだし、何より紋章を持ってなきゃ使えない。その剣のように便利な代物をみんなが使えたらと思ったんだが。難しいだろうな。何しろ俺自身この剣の正体は分かってないんだ。だよな。似たようなものを作ると言ったってそう簡単にはいかなそうだ。似たようなものを作るね。お前もお前なりにいろいろ考えてるんだな。これでも王国貴族の跡継ぎなんだぜ俺は。それなりのことは考えるさ。何しろみんなが遺産に頼らず戦えるようになれば俺たち貴族の責任も多少は減るはずだ。そしたら俺も士官学校の頃みたいに毎日気楽に遊んでいられるだろ。いや、さすがにそれはやめた方が。今の発言イングリッドに伝えとくな。勘弁してくれ。人の心がないのか。ああほら、もう少し剣を見せてくれよ。メルセデスちゃんごめんね。この後彼の手当ても手伝ってくれる？メルセデス殿、こちらの荷はどちらに置いておきましょうか？はーい、ちょっと待ってくださいね。メルセデス、大忙しだな。何か手伝える仕事はあるか？あらあら、すごくありがたい申し出だけれど、さすがに悪いわよ。いや、戦いの後は無事な奴がやれる仕事をやらないと。怪我人の手当てはともかく、物資の整理や荷運びくらいはできるぞ。だけど、あなただって戦場から戻ってきたばかりで疲れているでしょ？それはお前もだろ。お前だって俺たちと一緒に戦ってたじゃないか。おお、それはそうだけれど、本当に手伝ってもらっちゃっていいの？ああもちろんだ。俺は何をすればいい？それじゃあ訓練場の方に置いてある物資を取ってきてもらえるかしら。包帯やお薬が入っているから中を確かめてもらえばすぐにわかるわ。了解だ。急いで取ってこよう。あら、ちょっと待ってちょうだい。ん？どうした？右の手を出して。ああ。もうやっぱり怪我をしていたのね。これくらいだったら私の魔法で。おお、傷が。さすがだなメルセデス。こういうのを黙っているのは良くないわ。あなたって結構自分に無頓着なのね。無頓着？いや、それを言うならお前こそ。まあいいか。とにかくこれで何の気兼ねもなく荷物を運んでこられる。ありがとな。悪いけれどよろしくね。あんまり急がなくても大丈夫よ。今日もいい天気だな。絶好の鍛錬日和。いたー！探したんだからね。おお、アネット、朝っぱらから元気だな。
どうした？もうどうしたもこうしたもないって。大変なことになっちゃってるんだよ。大変なこと？俺に関係がある話か？私の歌、傭兵の人たちの前で歌ったでしょ。お前の歌？ああ、もしかしてあれか、人面の馬がどうのこうのってやつ。違う。いや違わないんだけど、人面の馬なんかじゃないもん。そうか、体の8割が馬とかそんな歌詞だったろ。気になって口ずさんでたら傭兵の奴らに聞かれて教えてやった気もするな。宿営地を歩いていたらどこからかあの歌が聞こえてきて驚いちゃったよ。あの歌はあなたにしか聞かれてなかったはずなのに。悪いな、教えちゃまずかったか。面白い歌詞だと思ったんだが。そう言ってもらえるのは嬉しいけど、あの歌詞はまだ完成してなかったの。私自分で納得のいってる歌なら人前で歌っても恥ずかしくないんだけど、未完成の歌とか納得のいってない歌を聞かれるのは恥ずかしいんだよ。確かに中途半端なものを見られたくはないよな。俺も練習中の剣技は誰にも見せたくない。実際にはそうもいかないが。そういうことだけど、もう広まっちゃったものは仕方ないし、おとなしくみんなが忘れてくれるのを待つしかないか。なんか悪かったな。今からでも忘れるようにみんなに言い聞かせてやろうか。ダメだよ。そんなことしたら余計に不信がられるじゃない。だったらあの歌をちゃんと完成させ改めて広めるとかどうだ。お前は納得いってないのかもしれないが、広まるってことはいい歌なんだろう。あ、確かにあなたの言う通りかも。歌詞を完成させちゃえばいいんだよね。そうそう、俺は今のままでも十分好きだがな。なるほど、ならイヴァン家はブレーダット家の分家にあたるわけか。ええ、とは言ってもどの貴族も血統をたどれば大方親戚同士ではあるのですが、公爵はカロンの紋章を有しておられますし、先々代はフラルダリウスの小紋章を、そしてそのまた先代が王家に連なりブレーダットの紋章を持つ方だったとか。何でもいいから紋章があれば家を継げるってことか。まあそうですね、昔は種類にもこだわっていたのでしょうが、今や血は薄まり竹との混血も進んだ。種類に拘泥している余裕もないのです。ただ紋章は家に伝わる英雄の遺産を扱うために重要視されるものですから、保有する遺産に合った紋章を持つ者の方が家督の継承順位は上になりますね。なるほど、お前もガラテヤ家の嫡子だが持ってる紋章は別の家のもんだよな。ファーガスのガラテヤ家はレスターのダフネル家から分かれる形で生まれました。ですのでタケと比べて特殊というか、そもそも紋章持ちが家を継がない例も。ややこしすぎるな、まったく。なんで貴族の慣習ってのはいつも難しいんだ。難しくてもきちんと覚えなくては。あなたは陛下のそばに控える小なのですから、教養を身につけないとあなたの部下は見くびられ陛下の評判にも傷がつきます。すまん、そうだった。だからこそお前に教えてくれって頼んだんだったな。
それで何の話だっけ。イングリッドの紋章の話だったか。着手で紋章も持ってるんだし、お前はゆくゆく家を継ぐんだよな。でも騎士に憧れてたって話はどうなった。当主をしながら騎士になるってことか。それはできませんよ。確かに騎士として王を守るのは幼い頃からの夢でしたが。お前の兄弟は紋章を持ってないんだっけ。誰かに継いでもらえないのか。上の兄はいざとなったら自分が家督を継いでもいいと言ってくれてはいます。結局は本人の意思と家の裁量ですからね。紋章を持つ子が家を継ぐのが普通ですが、例外も皆無ではありません。とはいえ遺産を手に人々を守るのが王国貴族の本懐。それに父だけでなくガラテア領の人々も当然私が家を継ぐのを期待しています。俺は王国の生まれじゃないから正直よくわからんが、そういうものなのか。領主って立場からでも王を守るためにできることはあると思うけどな。どういうことでしょうか。いや、ある傭兵のことを思い出してな。今度教えてやるよ。これはこれは、王国での生活にはもう慣れましたかな。それなりには。もともと傭兵の仕事でファーガスに来たこともあったし、だが王都ほど北の方で生活したのは初めてだから戸惑うことは多かったな。外は毎日吹雪いてるし、部屋は寒いし、雪が積もれば外にも出られないし、一晩寝てる間に積もった雪で部屋の扉が開かなくなった時には死ぬかと思ったぞ。言葉にすれば笑い話のようですが、真冬のファーガスは危険と隣り合わせですからな。どうですか、冬や雪が嫌いになりましたかね。好きか嫌いかと言われれば好きだぞ。確かに雪は厄介者に違いないんだろうが、雪の積もった街並みは本当に綺麗だった。他の国では見られない眺めだよな。私も子供の頃はそう思ったものです。年を食うと億劫な気持ちが勝っていけない。ですがそんな雪深い土地でも我々にとっては無二の故郷ですから、最大限の工夫をし折り合いをつけて楽しみながら生きていくべきなのでしょう。工夫。冬場は伝令が馬じゃなく天馬に乗ってるのなんかもその一つなんだよな。ええ、冬の空を駆ける天馬の姿はファーガス特有のものだと思いますよ。天馬はいくら雪が積もっていても足を取られずに飛べますからね。うちのせがれは小さい頃あの天馬を追いかけ、あろうことか陛下を連れて冬の山に入り、危うく遭難しかけたのです。あの時は心臓が止まるかと思いました。あのフェリックスも子供の頃はそんな無邪気なやつだったんだな。危なっかしさは昔のままですよ。今でこそあんなひねくれた性格ですがね。若いうちから公爵位なんぞについてあれこれと気苦労が絶えないことでしょう。けどまあそこまで心配しなくても、あいつもあいつなりに頑張っていくだろう。そうですね。いや、私の方が子離れできていないだけかもしれません。混沌のファーガスは寒さだけでなく戦火にも見舞われることになります。冬の間北部での調練は困難を極めますし、スレへの対処を怠るわけにもいきません。領地の経営も厳しくなるはず。あれがうまく乗り切ってくれればよいのですがね。次の冬か。その頃には
この戦争も終わっているといいな。